はい、皆さんこんばんは。パワープロ2022阪神タイガースペナント続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあね、いつも通り出番プレーチャンスになると俺がプレーしていく、よろしくですと。先発はこれ伊藤かな。 OKOKOK。 スターティングオーダーなんですけど、伊藤ちゃんの調子があれなので北条を使っていくか。今回は北条セカンドで7番、これでいいかな。うん、オッケー。じゃあやっていきましょう。横浜戦ですね。いきなり2点先制されてもうけますけど、チャンスでマルテ。オースティン取れる。オッケー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 。いやー、マルテの走力じゃちょっと二塁無理か。1点ずつ返していきましょう。真ん中に食い込んできた。よし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 、なんとかつなげてはいるんですけど、やっぱね、サトテルが滑っておらんのきついな。いやー、対左投手 F が発動してなかったらホームランでしたね、これは。うーん、惜しい。やばい、緩すぎ。はい、遅い遅い遅いわ、遅い遅い遅いわ。タイミング取りづらすぎだろ。マジかよ。まあ、あのコースを私がスカンコースなんで、まあ、打ってもヒットにはならんでしょうと。うわー、マジか。エラー、そんなせんといてほしいけどな。オッケーオッケーオッケー。また伊藤のとこでチャンス来た。バントでもいい気がする。うん、2人かぶっとったぞ今。マジ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 、あれ空振る。いや、最後にね、ベストピッチ来たわ。渾身のストレート、お前投げ飛んじゃうぞ。チャンス作りまくりング。打たなどうすんねんと。
なんぼほどチャンスな、こさえてくれてんねん。じゃ、おらい見たか見たか。オッケー、大山、すんばらしい働きぶり。サトテルの穴を埋める大車輪の活躍を見せてくれてます。タナケンになってるやん。ビーンボール多いな。これは戻れ。取れんのか。いや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 、無理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 。取るんか取らんのかどっちなん今のな。全然わからなかった。伊藤。いや、ここはね、もうゲッツーさえならんかった。三振でもええよ。うまい。クソ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 。なんであの球に手出したんや俺。マジクソやな。うまい。伸びろ伸びろ伸びろ。うわー、意外と伸びんか。また近本か。いや、どうした近本。全然近本で打てんないけど。三上か。どうだろう。マジエグいんやけど。三球三振。さあラスト。守備固めはいいわ。はい、まあ、残塁祭りひどかったけどな。なんとか勝ちました。大山の一発が効きすぎだろマジで。あれが決勝ホームランにつながったっちゅうことやね。あぶねマジ良かった。まあ、近本でな、全然打ててないんがちょっと腹立たしいんですけど。
まあ次は当然ですけど、まあ誰か総座しましょう。近本でいい気がするな。また近本って思われるかもしれんけど、また近本でいいだろ。もうちょっと打ててないのがイラヤしてるので、打ちたいという気持ち。北条でいいのか、木南どうしようかな。まあ糸ちゃんでいいか。大抜きか、絶好調ですか。きつい。もうちょミート打ちにするか。うん、変に分回さん方がいいかもしれん。お待たせいたしました。セントラルリーグ公式戦阪神タイガース横浜 DeNA ベイスターズ、まもなく開始でございます。まあ横浜打線も、まあ、別にひどくはないのか。オースティンとソトという外国人コンビがちょっと低打率だけで。セーフ。お、マジかよ、もう。いや、内野安打にすらならん。ちょっとやばいな。嫌な感じ、ロケット弾風に言うたら。センスなし。パワープロのセンスなさすぎやわ。やめろ。ミート打ちはやっぱ嫌やな。抜けるでしょう。やっと抜けたわ。遅すぎる。ようやくヒット打てました。甘い。いや、防御率エグすぎるだろ。 0.71 で。すごいことになってる。いやー、まさかの完封負け。ちょ、大抜き化け物すぎ。まあ、サプテルはまだ登録できんよな。うん、さあラストは当然ピンチですね。ウィルカーソンいっちゃおう。あー、ええー、な、木南とか。意図木南かな。よし、これでいきましょう。
いきなり？いや、大山ナイスすぎるわ。それはでかい。回っちゃう系女子？くそー、回られたか。これ誰？ファーストか。オッケーオッケー。おし。くー。桑原レベルでこういうフォームが用意されてないんやな。マジかよ。甘い。さっきから甘いコースにね、バシバシ言っとるわ。ちょい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 。かー。ボコボコやな。恐るべし横浜打線。いや、これをね、見逃すのがマジでエグいよこのゲーム。枯れてないのがまた救いやな。ディフェンスポイント、こいつ勝負した方がええんか。これ宮崎担ぎ、おわー助かる。もう糸井さん守備範囲がやばいわ。ちょ、えぐい。岩貞になっとる。しかも調子やばすぎだろう。なんで行かせたんや。ちょ、こう変えてもええな。うわー、うわー、マジか。第5戦の試合予想外ですね。まさかこんなことになるとは思わなかった。いや、もう岩貞変えていいわ。
ユアレス、ちょっと一回操作感確かめたいからユアサ行くわ。操作したことないでしょ。いやちょっとコントロールがちょっとあれかもしれない。カットボールほんま打たれるがいいわ。クソ球種です。甘いとこ行っても際どいとこ行ってもね、当然のように打たれる。ヤマト、いや瞬速警戒いらんって。外野前進でよ。オッケー。いやちょ怖いぞ大山エラー持ち。うい、悲しみのジェット風船。みんな顔なえてますね。はよ帰りたいんかな。くー怖い。アンダートスでええと思うけど。さあ顔安倍晋之助なんよな斉藤。これうなぎ犬顔になってもうてるけど。ディアー嘘やろ。ちょっと初のカード負け越しはまさかの横浜でしたね。くー、本日3打点の大活躍。ありえねえ。マジか。しかも打線も全くだったな今回。からっきしやん。まあ、こんな日もあるか。しゃあないわ。はい、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。じゃあまたね、バイバイ。